ましこんにちは。アニメーチャンネルへようこそ。ごゆっくりしていってくださいね。それでは、ゴー。今日は、じゃーん、いちご新聞6月号をね、購入してきました。毎月10日発売の商品になっていて、私はね、ローソンさんで朝一番に購入してきました。今月号はね、サンリオファンシー大特集ということで、表紙がね、こんな感じのレトロチックなね、キャラクターがなっていますね。かわいいね。サンリオキャラクター大賞、皆さんは投票していますか？今月号もね、投票カードがついております。5月15日がね、締め切りになってるので、お忘れなく。今月号の付録は、夢キラバスケースになっています。全部で5種類あって、サイズが 7×10.5cm ですね。トレーディングカードのケースとしても使えるよとなっております。これウェハースのカードも入るようになってるかな。今年のバスケースは、スパンコールの色味がパステルカラーとビビットカラーの2種類あるスペシャル仕様になっているそうです。そして5種類はね、ガールズミックスと、シナモンくん&ポチャックくん&プリンくんと、ダイナーミックスですね、と平成コギャルミックス、ギュウギュウミックスの5種類になっています。じゃーんとね、付録5種類全部完封してきました。あのね、本当はね、ガールズミックス、こちらですね、とダイナーミックスにしようかなと思ったんだけど、あの付録を見たらね、全部可愛いよねってなって選べなくてね、全種類購入してきました。ガールズミックスの付録開封してみました。めちゃめちゃ可愛いよね。あの素材はね、結構柔らかめというのかな、固めではない素材になっています。中のスパンコールがすごくね、可愛いなと思います。ちょっとね、こうやってやるとね、シャカシャカシャカって音がするんだけど、中でね、スパンコールが動くような感じですね。ドキドキワクワクする感じになっています。裏面はね、透明なので、ここからね、カードを入れるようになっています。メルちゃんのね、いちご新聞のカードを入れてみました。ちょうどぴったりサイズでしたね。かわいいね。裏向けると、あのキャラクターとかね、スパンコールがついてるので見えにくくなっちゃうのでね、裏に入れました。とてもかわいいですね。シナモンくん、ポチャックくん、プリンくんです。こちらもかわいいね。スクールっぽいのがとてもかわいいデザインになっています。ダイナーミックスになります。アメリカンダイナー風のポップな感じが可愛いなと思います。うさ耳みんなつけてるのも可愛いね。平成コギャルミックスです。こちらも可愛い。なんかスパンコールがね、一番似合ってるかなと思います。ギュウギュウミックスになります。コロピカゾンとかもいてね、レトロチックな感じがすごく可愛いなと思います。今回はいちご新聞6月号の付録を全部ね、紹介させていただきました。全部可愛いからね、選ぶのがとても大変だなと思います。こちらのいちご新聞6月号は、サンリオショップさんやコンビニ対象店舗でね、購入できるようになっています。気になるね、付録があった方はぜひぜひ購入してみてください。今日もご視聴していただきありがとうございました。ではでは、またねー。